はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ブラックフェザーデッキにディメンションアトラクターが詰めるらしいんですよ。これ最近結構ツイッターとか見てると、まあダイヤ1報告しましたとか BF で、とかあと WCS の予選突破しましたみたいな人の構築見てると、結構ねディメンションアトラクター入ってるんですよね。はい、でこれ使ってみたんですけど、これ確かにねディメンションアトラクターがでもね動けます、このデッキ実は。まあちょっとね、墓地使うことはまあある程度あるからさ、バーターとゼフロスが特にそうなんですけど、ここ使うので、まあここの効果はちょっと若干有効活用はできないし、サルンガってことだけど、これちょっと有効活用はできないんだけども、これディメンションアトラクターかでも、例えばこれ黒羽の旋風とかって除外からねモンスター盤面に呼び下ろしたりとかできますし、あと南風のアウステル自体が除外からねモンスター引っ張ってこれるから、これ結構ね、例えば闇の誘惑とかとも相性がいいし、なんかねこれ結構使ってみたんですけど、ね、意外と動けますねこれ。ってことはですよ、ってことはこれ詰めるってことはですよ、ティアラメンテン強いですよね。まあ2枚しかないから、まあ先行でね相手先行取られた時に引いてないとちょっと微妙かなと思うけど、自分からまあバチコリと打っていくかじゃないからさ、その要はディメンションアタックが打ってから動くみたいな不安だりするみたいなのは、やっぱちょっとバータとかゼビロスの方が捨てることになるから、あんま、そこはどうかなとは思うんだけど、相手に先行を取られてしまった時にこいつをぶち込むことが一番やっぱティアラメンテ対策として優秀じゃないですか。これを打ったら相手展開止まってくれるじゃないですか、大体基本的には場面弱くなりますよね。でこっちは意外とその闇の誘惑とか連打して、除外ゾーンから持ってこれるのでカードをね、だから結構いけんすよ。というわけで今回このディメンションアトラクター入れ入りの BF、これがね今の環境の答えかもしれないと思ってます、 BF デッキの。これちなみになんですけど、これ珍しくまあ強い、リュウ実況チャンネルが取り上げるデッキの中ではめちゃくちゃ強いタイプのいつもクソみたいなデッキしか紹介してないですけど、これ強いので普通に、ぜひ皆さんもね BF 好きな方は組んでみてください。はい、というわけで早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。よき誘発しか来てねえ、なんか強そうだけど、これ大丈夫か、俺動けないんじゃないか、こっちのターン。いやでもこれディメンションアトラクターをさ BF に入れるっていう頭がなかったからさ、なんか感銘を受けたよね。ああまあそれは打つよね。レイドハートから召喚した場合はディメンションアトラクターをよし、とりあえずちなみにディメンションアトラクターの適用かの場合は増殖数値打てなくなっちゃうんで、このチェーンしてってください。これあるんだったね。これシーレーンが特殊召喚された場合はまあディメンションアタック打ってもいいかなと思ってんだけど、これキトカロス着地まで合わす待つパターンもあるんですよね。これキトカロスで自分墓地を送る効果絶対使うじゃないですか相手。そこの効果にチェーンしてディメンションアタック打つってパターンもあって、まあ今はちょっと墓穴もしかしたら入ってるかもしれなかったんで、まあねディメンションアトラクター打って墓穴打たれて増殖通すみたいなイメージで打ちましたけども、まあどっちも通るんだったらこれねキトカロスに当てるのはありなんだよね。とりあえずそのシェイレーンの効果チェーンで増殖とか打たないでね、ハンドが強かったらそれもあり。ああバグスかけちゃった、オッケー。ディメンションアトラクターをキトカロス自身の効果で墓地を送るみたいな方の効果に当てると、あチームに来た、オッケー。デッキは俺に答えている。やつはフルアーマードを立てれば突破できるんだよ多分ね、これね多分いけると思うんだよな。でシムーンシムーンの効果によって置くで、まあ守備になるで旋風効果は通る、魔法トラップなんでね、旋風効果は通りますと。でねこれはねスズリしかないか、スズリ持ってきてでバーだ出し行ってこうだな、こうだ、多分これできる。で横になるでスズリ効果意味ないから旋風だけ発動する。これディメンションアトラクターかなんですけど、一応動けると。ディメンションアトラクタープラス今これバグースかっていうガチでやばい場面ですけど、これ一応動けるっていう、これすごくないですか動けるんだっていうね。だからさバータをさ呼んでくればいいんですよ。バータ呼んでくればいいから、こうするじゃないですか。バータってか、これスズリいるか。スズリ呼んでくればいいじゃん。まあ、これボレアース出てくるけどあんま関係なくて、
ボレアスは効果発動できないから関係なくて、黒羽の旋風の効果発動する。でこれで除外ゾーンからスズリ回収するっしょ。はい、これはね効果発動しない、意味ないから。でツインシャドウもあるからね、これツインシャドウもあるから、もう一発除外ゾーンからフルアンバーでも飛ばせるからね。今打つ必要ないな。こうだね、こことここでブラックフェザーフルアーマードウィンクシンクロ召喚。このモンスターは何の効果も受けないため、バグースカの効果で守備表示にもならない。バトルフェイス行け、バグースカを粉砕。よーし、絶対に遅延は許さない。バグースカとディメンションアトラクターの敵強化でも動けるということを見せちゃったぜ。これちなみになんですけど、これ旋風どっか行くか、フルアーマードウィング突破するのかなりむずくて、ティアラメンつって怪獣か、まあ多分サロス・エルス・クルヌギアスみたいなモンスターしかないんですよ。そのパターンって結構なくて、あーそれハートビーツは戻されるのか、まあいいが、ハートビーツ戻されるのはいいわ。で墓地送るのも別にいいか、はい、いいですよ。ハートビーツで効果で墓地送る。ってことは手札が水族なんだよね、多分ね。水族モンスター、水族なんですよね多分ね。まあ一応打ちますよね、増字打って融合してきて、キットカロス出てくる、キットカロス出てきて、効果発動にチェーンして裏なでいいんじゃないかな。これで詰めじゃない、アドバンテージもないもんね。で手札融合するしかないでしょ。オッケー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 、来た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 、ディメンションアトラクター触ってるよ。でキトカロス出てくる、ワンドロー入れる。あー、しかもなんか血抜いても来ちゃった、強すぎ。でこれはさすがにウララカディア、でウララ効果でキトカロスの効果無効になる。で墓地にも何もいないから、これ墓地送っても意味がないと、はい、意味がないというか使えないと。でこれ返しのターンパクって感じですね。はい、 OK、これ打っとかないとダメか、打っとかないとダメだ。ツインシャドウの効果ぞ、ツインシャドウの効果によって除外ゾーンまたは墓地のモンスターをデッキに戻すことにより、そのモンスターと同じレベルのモンスターを新居召喚。あらあろう、ブラックフェザーフルアーマードウィング、つあー国旗ダブルフルアーマードウィングですよ先生。これはね、これはもうね、相手ほぼ突破無理ですよ。何の効果も受けない縦横3000のねモンスター2体はね、もうねティアラメンツ多分ね、これほぼ無理だと思います、これ。はい、でくさびカウンターが置かれてるモンスターパクりましてですね、はいはい、強すぎません、これこれですよ、これ。まあ殴れますね、これね、殴れるから勝ちですね、バトルヘイズ。オッケー、これがねディメンションアトラクターのパワーですよね。ああ、いや、強えわ。こいつらもなんかあれらしいですね。ビーステッドとかいうさ、フリチェでさ、こっちの墓地のモンスター、光闇モンスター除外して出てくる、あの、ドデキエモンスターいるじゃないですか。なんか、あれ、来ると、ガチで終わるとか言われてますね。はい。やっぱ、2022年の遊戯王って、あかんのよね。2022年の遊戯王って終わってるわ、マジで、本当に。まあ、一旦スズリ効果発動しましょう。で、旋風も効果も、まあ、ここまでダダ通りしてるんで、まああんまねえか、相手。まああとあってもハウフニスクレーかな。まあティアラかどうか知らんけど。で、ブライのバーターで、スズリでシャーマール。まあなんもないときは、あのディメンションタイトル入ってますけど、なんもないときは普通にこっちも墓地活用するんでね。なんで、まあ今回シムーンショートなんですけど、シムーンから行くときはまあ結構固定ルートというか、まあいつものルートというかいう感じになってますね。でブライ出して、これね、誘発はどこを打っちゃいいかっていうと、多分一番最初のね、なんか旋風のとこでいいんじゃないかなと思うんだよね基本的に。まあ、持ってると貫通されることあるんだけど、バータに打っても結局あれは出てくるしね、
なんだっけ、ボレアース、まあ、フラーマロとかは行くんで、うん、まあ、盤面は弱くはなるけどね、まあ、こんだけダードールしちゃうとまずめちゃくちゃ強くなるけど、盤面がどこに誘発するのが正解なんだろうなっていうのはちょっとね、むずいところではあるね。うん、なんか旋風で、うん、まあ鈴に持ってないことにかけて、そこにうららが一番いいんじゃないかな、最初のと思うんだけど、シムのね。まあ、結局旋風の効果止めないとなんか好き放題動かれるからっていうのはありますけどね。はい、で、シャマールで鈴に回収で、ノートリングで召喚劇増えてるんで、鈴にをもう一回召喚よいしょ。で、鈴に効果と、旋風の効果を発動。まあこのスズリの効果をね、何回使えるかみたいなところはツインシャドウ来てるんで、これはチューニング持ってこれますね。まあとりあえずアビス出したいんで、おろし持ってきて、でスズリ効果でチューニング持ってくると、チューニングが一応無限包容みたいな感じの効果なので、今闇シンクロがいるとなんか相手のフィールド上のモンスターの効果無効にできるんで、まあ、その効果使っていくって感じですかね。はい、いやーとか申し訳ない、もう鼻声が全然治んなくて、本当に、ね、声が聞きにくかったらごめんなさい、本当に。なんか、蓄膿症とかあってるんじゃねえかなっていうレベルで、なんか治んないんだよね。もう2週間ぐらいずっとさ、鼻水が出てて、なんか咳とかも普通に出るんだよね。こんなに長引く風あるかなっていうレベルなんだけど。うん。で、おろし、特殊。まあでもやっぱね、毎日投稿してる関係上ね、やっぱね、まあ、声というか、喉はずっと酷使してるんですよ。だからね、治んない、だからなんだよ、治んないのかもしれないね、もしかしたら。ああ全然関係ない話して申し訳ないんだが、ボレアースが、蘇ってきて、OK。で、ここのシンクロは、まあ、アサルトでもいいし、まあ、フルアーマーでもいいんだけど、まあ、フルアーマーとかね、めっちゃ安心なんですよね。こいつが入りさえすれば、こいつなかなか突破できないから、まあ、これ置いといて、まあ、なんとかするっていう、これを突破するのって、マジで怪獣とか、サノス・エレスか、または打点でぶん殴るしかないんだけど、それをこの妨害たちで妨害していくと、まあ、大体なんとかなるということがあるんで、僕はこれダブルアサルトとかじゃなくて、フルアーマード、これ、まあ、なんならダブルフルアーマードとかもいいんだけどね、もはや、なんか、ルードによっては。はい。で、シムンコか。で、ちなみに、ツインシャドウはブラックフェザー、BF モンスターが2体いれば手札から打てるんだけど、今 BF モンスター1体しかないんですよ。ブラックフェザースタートドラゴンは BF モンスターじゃないんで、絶対このトラップカードは伏せるようにしてください。はい、伏せないと打てないんで、 BF じゃないんでね、アサルトは。このカードは BF カードとしても扱うって書いとけよみたいなのがあるよ。サルンガうざすぎて草、サルンガ除外うざすぎて草と分かれてないな俺。まあ、ここにアビスはちょっと違いますね。ここにアビスはちょっと違う。まあ除外されてもね、ツインシャドウで戻したらできるんで、一応全然なんとかなるかなって感じですね。はい、さあ、お相手し一応分かりすぎはありそうですが、まあ、ただ妨害するときはかなり多くて、まあ、天意の竜神で1で、アビスで2で、墓穴で3で、ツインシャドウで4って感じなんで、4妨害はもう墓穴打ちだろは？いや、チヌーク打てんくなのきついな。これ、ツインシャドウで戻したらいいか。これ、ツインシャドウで戻そう。ツインシャドウで戻そう。この妨害はちょっと、ツインシャドウでの妨害は一回、破壊されると無効になっちゃうから、ボレアースと、この接撃のチヌークをデッキに戻して、まあ、ブラックフェザードラゴンか、ここは。次のターン一応アサルト出せるようにブラックフェザー出しておいた方がいいかもしれないですね。ブラックフェザードラゴン進行召喚、マイヤーから黒き旋風、そして、特殊召喚されたため黒羽の旋風の効果を発動させて、黒羽の旋風の効果によって除外ゾーンのサルンガですね、サルンガを特殊召喚、なんか効果無効になってますけど、次のターンに進行してまた墓地送ればいいんで、はい、なんでまた仕事はしてくれるといったところ。いや、この盤面なかなか返せないと思いますけどね。まあ、ちなみに、アーゼウスとかで突破しようとしてきても、一応フルアーマードだけは残るみたいな感じなんで。なるほど。まあ、レイドハートは血抜くかな。まあ、このために残しといたみたいなとこあるんで、まあ、血抜くぶん投げますか。血抜くぶん投げて、
レイノハートを無効にしていく。まあ、墓場もあるし、アビスもあるし、転移もあるんでね。こちらに、ティアラメンツには転移の力士めちゃくちゃ強いです。はい、除外するんで、効果を。発動したモンスターをね。これかなりきついです。あ、おっきょ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 。あ、もう全然、墓穴2枚ぐらい入ってたけど、まあ、黒羽の旋風効果使うか。羽旋効果で、一応黒羽のカウンター取り除くと破壊免れるって方があるんで、一応これ免れといて、で、これ使い終わったんでバロネスして、封鎖しましょう。はい。まあ、先行こんだけ通ってれば、まあ、相手暴れられないという感じですね。割と先行番長みたいなところあります。はい。で、一応ハーフにケアはした方がいいと思うので、効果発動せずにぶん殴るのが一番いいのかな。はいと。よいしょ。これよ。まあ、ちょっと一匹だけ全然違うもんさだけど。ボレアースとブラックフェザーゲームから除外して、これでモンスター効果使うと、1400万プラスバロネスアビス、自分の墓地にサルンガハガラみたいな感じですね。で、テイの力士もあると、これ完璧です。はい、何一つ何もさせない対戦、ありがとうございました。ああ、このデッキは強いわ。怪獣ちゃん来てるじゃないですか。ラディアンはね、まあ結構スモールワールドの中継地になってくれる説はあるんだけど、ちょ、うらら持ってこれないんだよね、BF から。ラディアン経由したら、しても。だから、ね、結局ね、増獣がめっちゃまあ重いので、まあそこそこ、めっちゃ、まあ、そこそこ重いので、フルアーマーの達成エンドとかできるけど、BF って。さすがにうらら持ってこれるのは強いなと思ったので、スモールワールドは、入れるんだったら多分他の、なんか中継地点モンスターを入れた方が良くて、なんかちょっとそうするとゴミ増えるしなと思って、一応僕はスモールワードにはしてませんが、スモールワードにしてもこれ強いと思いますね。初動結局やっぱシムーンかスズリがないとこのデッキ動けないデッキなんで、それを引けないと意味がないからと考えると、普通にそのまあスモールワールド初動はありだと思ってる。まあ一応次元 BF っていう名前なんで、ディメンションアトラクターが入ってるから結構みんなね、闇の誘惑とか入れてる人多いけど、エクソシスター、なるほど。これは一体全体どういうデッキですか。なんかわけわかんないとこからなんかエクソシスターいっぱい飛んできたな。よくわからんけど謎ムーブしてた。レスキューフェレットが飛んできたぜ。レスキューフェレット効果。さあ、何らかのなんかモンスターが、サクリファイスロータス、生物聖剣、ワンフーワンでなんだこれ。サクリファイスローダスとワンフーとかいうなんか無限に蘇ってくる最強コンボ、まあ、効果無効になってるけどそれ。わけのわからんムーブをしてますな。ジェムナイトセラフィーが来ましたな。ジェムナイティングセラフィーが来ましたな。これ召喚権1回増えてますねこれね。はい、でセラフィー効果、ビッグバンガール、やばビッグバンガールはライフが回復すると、なんか何これ、これテレフォンループから始まるの。ビッグバンガールはライフが回復すると相手に500ダメージを与えるっていうカードなんですよね。で、リーブね。はいはいはい。で、リーブ効果、生物カードをセットできますよと。あ、さっき聖剣送ってたのはそういうことか。なるほど。あー、継ぐものセット。なるほど。で、継ぐものはリンク先に、墓地からモンスター特殊召喚できますということで、エンシェントクリムゾンエイプ。誰？誰？一体全体何が起ころうとしているんだこれは。何スカルジェット一体でジーランディス、何何バカな。これもしかしてあれか、効果無効になった王子ワンフーを復活させて効果を有効にするとかいうコンボか。イメゲボキモやばい。王子ワンフーの効果が復活してしまった、まずい。こいつは、攻撃力が1400以下のモンスターが、特殊召喚に成功するとなんか破壊されるみたいな。これってさ、この、ビッグマンガーラ知らないの？あ、知らないんだ。へぇー。なるほど。石器はガードナー。はぁ、あ。で、これで、破壊される、誰君は。このカード以下の自分のフィールド上のモンスターが破壊される墓地を奪われたとき、自分はライフポイントを1000回復する。あぁ、なるほど。これ、もしかしてさ、エンドフェイズさ、なんか
ゲボキも植物蘇ってくんじゃん。サクリファイスロータス効果エンドフェイズ時、墓地にいると魔法トラップがなければ出てこれるで、破壊されると1000回復するビッグマンカードで500万。いやばくない？あれやばくないこれ。待って、これ半全自動ワンキルされてない？これ半全自動サクリファイスロータス爆発機になってんだけど、これやばいやばいやばい、あかん、止まれ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 、あれ、え、嘘でしょ、嘘。